えー、今日集まってくれてありがとうございます。えー、っと、先日発表した、えー、っと、7月5日、5日だっけ、のパリ公演に加えて、えー、っと、9月の13日かな、に、えー、っと、このニューヨークの、えー、っとマジソン・スクエア・ガーデンで、えー、っと、x j ャ p a ンのコンサートをやることが決定しました。 やるやると言って、ずっとやっていなかったので、XJAPAN で海外できるっていうのは、嬉しいことですね <laughs> まあ僕が若い頃からもう言われ続けてきた、音楽は国境を越えるというのが、ようやく自分たちでできる時が来たなっていう感じがしてて、してるので、ぜひ、この素晴らしいサウンドを届けたいと思います。 まあどういうコンサートになるかちょっと分からないですけども、でも、今、ヒースもちょっと言いましたけど、なんか国境を越えて、やっぱり言葉を越えて、国境を越えて、いろんなあの人たちの,あの心に響くような、そういうコンサートができたらいいなと、またそういうコンサートにしたいなというふうに思います投資さん、やっぱりこの前行くとアジア行かないとまずいですかね。<laughs> <laughs> まあ、やっぱりアジアいいですねそうですね、このまま世界ツアー行っちゃいますかお、えそういう記者会見になるんですかいやいや、僕で言っちゃうとまた怒られるから取材人の方、いきなり世界ツアーとかあの見出しで書かないでくださいねさあ、そして先日の、はい、どうぞ書いちゃっていいですよ、もう書いちゃっていいですよ、書いちゃっていいですよどうぞ。そうですね 一人だけ年取んないからずる前までは1個年上だったら、俺、ずいぶん9個も年上になっちゃって、それでも頑張ってやりましたよっていうのはことですかねまあ今回の東京ドームをやっていて、映像でもずっと一緒に流れてましたし、僕はイヤーモニターっていうのを耳に入れて、彼の音をずっと、当然、外にも出てましたし、僕もずっと彼の音を聞きながら、10年前と何も変わらず。 やっていましたので、何か特別ななんていうかな特別に何か伝えたいとかそういう感覚はあんまりない<ん>共にある感じなのでな一緒にやってたふポイントよね、うん、なんか雰囲気的になんか,、うん、か一緒にやってたみたいだっていうねあのコンサートやってる最中はもう本当にあの5人で、えー、ステージの上立ってるっていう感じがずっとしていて、えー、いいコンサートができたねっていうふうに。 なんか4人でやってるのを忘れちゃったって感じはありますね何かここ間違えたら今ヒでに怒られそうだったもんねあ,あ間違えちゃったそうそう <laughs> そんな雰囲気でしたけどねあのほんと10年間 XJAPAN を再結成する前、えー、本当にいろろなところに回ってあの地道なことをやらさせてもらってきましたで本当におじいちゃんおばあちゃんたちやいろんなあの地方のところたくさん行って施設の子どもたちや そういうい一つ一つの,あの積み重ねが僕の今センターになっていてすごく根っこになっていていろんな頂い,いたものそういう力があるからこれからもやっていけるんだというふうに思いますだから本当にあのお世話になった方々に感謝したいと思いますしまたこれからその力をですね本当にもっともっと多く大きくあの開けるようにですねまた届けていけるように。 えー、これからまたやっていきたいというふうに思いますそうですね本当東京ドーム 3days、えー、ファンの皆さんに支えてくれてありがとうございます、えー、とまたこれから、えー、と楽しいエキサイティングな夢を一緒に見れたらなと思いますあとその海外のファンの人たち、えー、とそうですね Thank you for your support t h e n were looking for seeing you guys very soon で、yes. す